はい、こんにちは。今からですね、ピアノ屋 .com の在庫にある大橋ピアノのご紹介を、まとめて、したいと思います。これだけのね、大橋ピアノが在庫であるっていうのは多分、日本ではないと思いますね。もうそれぐらい私は、この大橋さんの理念で作ったこのピアノに惚れ込んでます。たくさん集めましたので、一気にねちょっと見ていただきたいと思います。まずこれは、製造番号が2212というね、大橋ですね。これはね、全塗装しております。全部外装塗り替えたものですね。はい、ペダルは2本です。2本ですので、大橋畑岩さんという、初代のね、その、まあ、大橋さんね、のものです。音の方、これ造毛ですけどもね、造毛でできてます。調律は完璧ではありませんけども、まあ、象牙の大橋ということで、ね、外装は明るい茶色の艶消し、半艶ですね。ということで、まあ、外装も含めて、お気に入りの方はまたね、お声かけてください。そして次がですね、これは3本ペダルの大橋がここにございます。外装のこのね、木目が結構綺麗ですよね、これはね。で、製造番号はね、大橋の場合ここに書いてあるんですけど、ちょっと読みにくいんですけど、3546かな、ちょっとね、読みにくいんですけどね、このものですね。はい、うちにある在庫の中で一番木目の艶が綺麗に出ているタイプですね。3本ペダルです。だから2代目の大橋岩尾さんの、が中心になって作ったものだと思います。昆布は結構柔らかい優しい音がしてますね。よく鳴ってますよね。結構これはこれで、いいお箸だと思いますよ。一台一台ね、個性が違いますのでね、いろいろ聞き比べていただいたらと思います。そしてこちらにあるお箸が、これはね、非常に珍しいマホガニーですね。赤い、この赤っぽいですね、ワインカラー。過去に、ですね、3、40代大橋ピアノ扱いましたけども、マホガニーは、2台しか経験がありません。非常に貴重ですね。これはね、大橋さんの岩尾さんが亡くなった後のお弟子さんが残った材料で、作ったものだと思います。その時代のものですね。製造番号はここに書いてます。5396ですね。はい、色がですね、実は綺麗ですね。はい、素敵ですよね。ペダルはもちろん3本ですね。ちょっと今見えないですけどね、3本ですね。はい、じゃあこれの音をお聞きください。よし、はい、これはね、今のディアパソンの音に近いですね。結構はっきりと明るく、でそれでもってキンキンしない、そういう響きですね。大橋ピアノの、一番新しいタイプのね、大橋ですね。はい、そして次ちょっとこちら行きます。これはですね、外装がちょっと傷んでましたので全塗装しております。全部ね、黒に塗り替えてます。その大橋ですね、2723かな、8かな、製造番号ちょっとね見にくいですけどね、黒に塗装し直したものですね。はい、結構ね、これはこれで綺麗ですね。2本ペダルですね。これはペダルは2本です。ちょっとね、今安くで出してます。2728ってしてますね。一応記録はそうしてますね。それではこれは音聞いてください。これはね、すごいマイルドですね。マイルドで優しいあったかい響きですね。ふわーっと包み込むような、もう全然耳にキンキン来ないというね、こういう優しい、ちょっと髪の毛が腫れてますね、ピンピンとそのね、耳にキンキン来ない、ピアノ大橋を探している方はこれがベストだと思います。そして
ここにあるのが2542ですね、ちょっとだけ新しいですね。今聞いたものに比べたらですね、2542の、ここに書いてありますね、大橋ですね。これも日本ペダルです、ダークウォルナットですね、この上の蓋のところはね全部塗装し直しましたね、ちょっと濃いめのウォルナットね、木目調のものですね。今のディアパソンピアノにもそっくりの形ですね、設計の思想は一緒ですのでね。ちょっとこっちも音を聞きください。はい、先ほどのよりももう少し音がはっきりと出ますね、本当に同じ大橋なのに、音色個性が違います。で、前回使ってられた方の弾き方とかそういうのも、ね、影響あると思いますけどもね、まあ、これからまたもっともっと調整をして良くなるようにもっとね、していきたいと思いますけど、今これだけの大橋がありました。あと吹田倉庫に2台ほどありますけど、まあ、全く手を入れてない状態ですので、一応この、ね、5台大橋の方ね、ちょっとご覧いただきました、どうぞ、ね、またご検討いただけたらと思います。大橋ピアノのご紹介でした。失礼いたします。